アカネさん、オレちゃん、もうダメみたいです。そんなこと言わないでブラック。ジー、今までありがとうございました。ガク、ブラック、ブラック、ジー、ジー、ジー。ブラックチャンネル、ジー、ここはクククやっと起きましたか。ブラック、ここどこ。どうやら無人島みたいですね。はあ、私たち遭難したってこと。そうなんです。そうなんだけに、じー、しょうもないダジャレドヤ顔で言うな。カッカッカッカ。で、どうすんの。無人島だよ。でも元はといえば、アカネさんが悪いんですよ。鬼ヶ島を探して動画撮ろうなんて言うんですから。じー、で、アカネさんの作ったイカダが沈没からの無人島に漂着ですからね。それはごめん。まあでも取れ高の予感がしますので、無人島サバイバル頑張りましょう。じー、こいつら自分の状況分かってんの。島を探索というわけで、どうしましょう。じー、まずは島の探索でもしよう。それはいいですね。私は鬼だからね、野生の生活は得意なの。確かにワイルドな感じします。でしょ。まず無人島で生き残るために必要なものは水、食料、火。なるほど。じー、で、早速だけど、あそこに鳥が飛んでるでしょ。いますね。あの下を目指そう。なんでですか。行けばわかるから。やっぱり水があった。本当ですね。上空に鳥がいると、その下に水源がある可能性が高いんだよ。すごい知識ですね。よし、次は食料。食料調達。次は食べるものを確保しないと。サバイバル生活っぽいですね。まずはトカゲ、そしてヘビ。こいつら丸焼きにして食べれば。できれば爬虫類以外でお願いできます。なんで。美味しいよ。こういう時って海で魚取りません。サッカー、鬼の私はイワシの頭とか魚が嫌いなの。そうでした。では木の実などは。それいいね。ここは木の実や山菜も多く取れそうだし。これはどうです。イチゴみたいですよ。白や黄色いやつはダメだ、毒があるからね。毒キノコにも注意して。詳しいですね。じー、火を起こす。そろそろ日も暮れるし、火を起こさないと。そうですね。でもどうやって。弓切り式火起こし器を使えばいいんだよ。何ですかそれ。弓を使って木をめっちゃこすって火を起こすんだよ。なんだか難しそうですね。簡単だって。あれ、なんか木が湿ってるのかな。全然火がつかない。火が起こる感じがしませんね。大丈夫、まだ方法はあるから。このペットボトルを使って。どうするんですか。ボトルに水を入れて光を通し、屈折した光で紙とかに火をつけるの。おお、虫眼鏡でやるのに似てますね。じー、そうだね。でももう日が沈んじゃいそうですよ。しまった。カカカ、大丈夫です。指先から火を出せますから。ジー、なんなら最初からそれやってよ。星に願いよ。綺麗な星空ですね。そうだね。今更だけど、ブラックと二人きり、なんかドキドキする。あ、流れ星ですね。知ってるか、流れ星が消えるまでに心の中で願い事を3回唱えると叶うらしいよ。へえ、そうなんですね。あ、また流れ星ですよ。ブラックと仲良くなれますように、ブラックと仲良くなれますように、ブラックと仲良くなれますように。よし、3回唱えたよ。ブラックは何をお願いしたの。ねえブラック、またいつもの冗談でしょ。ブラック、ジー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 、ブラック。風。すみません、風邪でも引いたのかもしれません。大丈夫かよ、今栄養あるもの取ってくるから。大丈夫です。オレちゃん、もう長くない気がします。ブラックでも弱気になることあるんだね。寒いです。仕方ないな。大丈夫ですか、アカネさんも寒いのでは。平気、私は鬼だよ。すみません。ところでアカネさん、
さっき流れ星に何をお願いしたんですか？え？バカ、言うわけないじゃん。そうですか。最後に茜さんの願いを聞きたかったのですが。ブラック？ジー！嘘でしょ？返事してよ！なんだよ、ブラックと仲良くなれますようにって流れ星にお願いしたばっかなのに。ジー！カメラちゃん、今の撮れました？ジー！鬼の願い事ゲットです。え？それが目的だったの？カカカ！貴重な情報ありがとうございます。ジー！じゃあ風も嘘？それは本当です。翌朝、あかねさん。ジー？ブラック早く良くなって。あかねさん。ブラック、調子はどう？おかげですっかり良くなりました。ジー、よかった。ありがとうございました。さあ、無人島を脱出しましょう。よし、行こう。とその前に熱いシャワーを浴びたいですね。俺ちゃんのモーニングルーティーンですので。ジー、そんなもんあるか。ブラックチャンネル、コミックス2巻がついに発売です。コロコロサポーターショップという一部の店舗で購入すると、プロット6チャンネルのコラボシールがもらえるチャンス。ぜひゲットしてください。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。